国分京介は日本中央競馬会立党トレーニングセンターに所属する機種。JRA 及びマスコミ各社の表記ルールにより一部の地方競馬を除いて競馬中継や新聞、雑誌では国分京介と表記される。双子の兄国分優作も立党所属の機種。京介の体が小さかったこともあって母が競馬学校のパンフレットを家に持ち帰り、 将来の進路の一つとして進めたことが、機種になるきっかけだったという。2006年4月に、競馬学校第25期生として、双子の兄、優作らと共に入学。また、3年生時に、藤田真嗣の特別講義を受けた一人である。2009年2月に、競馬学校を卒業。JRA では、柴田大地、柴田美咲以来、 13年ぶり2組目の双子騎手となった。同期に小野寺祐太、国武祐作、松山光平、丸山元気がいる。調教中に落馬負傷したため、同期の他の4人より1週間遅れてのデビューとなった。初起場は2009年3月7日、阪神競馬場、第1レースのターンオーバーで、14頭立ての11着だった。同年四月十五日、京都競馬場、 第12レースで5番人気スリーサンビームに起乗し53戦目で初勝利を挙げた。兄、優作から6日遅れての初勝利だった。2009年9月6日、小倉二歳ステークスでダンツミラションに起乗し、重勝初起乗。また、年末に中京競馬場で実施された中京ヤングバトルシリーズ2009で優勝し、翌2010年の同シリーズも優勝し、連覇を果たす。 同年10月17日には、府中品馬ステークスをテームオーロラで勝利し、15度目の挑戦で、同期一番乗りとなる JRA 重勝初勝利を挙げる。ありがとうございます。